まあ、なんで辞めたかっていうと、あれです、単純に、もし学校名言っちゃったら、全部一回、ああ、もう消さなきゃいけないですね。編集めんどくさいんで。まずパソコンになんか気軽な編集ソフトないんすよ。なんか全部なんか堅苦しくなるじゃん。全部なんかだなあ、もう悲しいな。 Do you remember Starting the nana on September。 な、寝ながら飲むのやめよう。システムが悪いんだよ。部活入んなきゃさ、帰る友達がいないんだよ。わかる、みんな。あ、おなら出ちゃった。帰る奴らが全員なんかさ、むちゃくちゃ運動できて、なんかクラブに通ってる奴か、本当にやべえ奴かしかいないわけよ。帰ってる奴は帰宅部で。で、そういうシステムでどうやって友達作ればいいのみたいな。負の連鎖じゃん、そんな。入りたくもねえ部活。だって、なんか文化部だってよくわかんないやついっぱいいるもん。あ、これでなんかまた炎上するのか、炎上っていうか先生になんか怒られちゃうか知らんけど、なんかその、で、その、寮の連鎖に入るためには嫌でもなんか部活に入んなきゃいけないみたいなのあるよね。なんか、でも、剣道部は比較的、まあ、みんなオタクだったからな。俺の同級生、俺だけだもん。その3人はすごいなんか意気投合してたけど、俺はあんま、なんだろうな、あんま何も興味ないんだよな、その時。何の趣味もなくて、何してたんだろうなって感じだった。ずっとぼーっとして、なんか何も考えてなかったから。本当にね、支えがないのは辛いよね。ゲームとかしかなかったし、そこまでゲームは熱中してないしね。ああ、でも部活入んなきゃよかったけど、その、なんだろうな、友達のために入るのはおかしかった。辛かったから入んなくてよかったかもしれないけど、ボケの斬新とかギャグの斬新っていう、ギャグのためにその斬新って言葉を身につけたと思ったら、高いな、それでも授業料は。いやー、まあね、部活入んなくても友達できるシステム欲しいよね。まあ、まず、下校がずれちゃうっていうので、もうだいぶ絞られちゃうかもしれんけど、それ悲しくない？だって。なんか文化部が3つくらいしかなかったんだよなーって。でももうそれバレるじゃん。まあいいか。学校の悪口がこれくらいのとこにして、次は成瀬さんの悪口言いますか。ないよ、そのさっき言ってたのはどうなのって、その、自分の牙も、なんか隠してんのか抜いたのか知らんけど、それで勝ち取った人気どうなの。まあいいとは思うんですけど、全然。まあ、そこまでして人気になりたいかって、なんか生涯貫いてその塵になってった方が、まあかっこいいよ、そっちの方が。もうね、比べ物にならないくらいかっこいいけど、元も子もないからね。まあ、ナルセは賢かったけどね。まあ、賢いんだよ、あいつ。だって、違うもん。なんでナルセは思って、なんでこいつは、こんな肩を並べてると思ってんだよってね。それもナルセのね、優しさのせいなんですけどね。今のうちに、もう消されてるかな、知らねえけど。まあいいや。暗喩が上手。成瀬さんも俺の動画消しちゃったしな。でも成瀬さんのリアルイベント3回も裏切ってんのはちょっとひどい人だけどね。俺は成瀬さんのイベント3回行かなかったっすかね。3回くらい、小さいのも含めても3回くらい行かなかったっすから、それで信頼されてなかったのは当然かもしれないけど、でも行きたくなかったからな、普通に。行きたくなかったからな。しょうがないな。まあ、そんなすぐ成瀬の、まあ、面白さは多分ね、まあ、隠してるわけですから、人間そんなね、
Happy go go, happy go lucky。 神聖な場所には何もない、 happy go go。 まあそれか、あの僕の、なんだろうな、超次元的、解釈によれば、まあ、成瀬さんは俺を笑わせてくれてんのかもしれない。いや、なんでそんな TikTok でちょっと人気になっただけで、みたいな。俺を笑わせてくれてんだろうな、成瀬さんは。どうだって。面白いだろうって。むちゃくちゃ面白い。そこ、そうなったら、むちゃくちゃ面白い。なんでって。ちょっと、もう俺のファンの人はみんな成瀬の女ってつけてねって言っただけで、いやーもうつけなくていいから、あ、外しといてねみたいなこと言う人じゃないだろうって、あんななんだろうな、すげえ言葉言ってた人だからね。だいたいあだ名全部なんか〇〇の〇〇、成瀬の〇〇とかね、〇〇もう〇〇ですよ、もう〇〇、うん、そんなことばっか言ってましたから、俺あんま言いたくないんだよね、下ネタ、うん、まるまるばっか言ってましたから、そんな人間が成瀬の女って、そんな優しい表現で、ああもう外して外してねっていうのが、まあ人気の力なのかもしれないな、知名度の暴力、それほど数の、うん、まあ銃口と言われますか、誰かが言ってましたよね、まあその銃口の中から花びらが出てくるかもしれないし、金が来るかもしれねえと、称賛の拍手の音が出てくるかもしれないけど、たまに弾丸飛んでくんぞと、形状記憶合金の弾飛んでくんぞと、ね、そういうこともあんぞとうるさいね俺普通にこう、これを吹こうと思っちゃった、これをこれでフキフキしちゃうかと思った、いやちょっと俺人として腐りすぎだな、なんか成瀬って俺言える方じゃないじゃん、そもそもにっこりサムですげえいろんな人から指示出てて、いやすごいもん、なんかもうブライアンさん以外、まあパッと見ブライアンさん以外のバイナーから全員と連絡してますよ、にっこりサム〇〇、まあ今度なんかね、あってすごいリップしてたから、もう俺がなんか肩並べていい存在じゃなかったのかもな。でもやっぱ悔しいよね、はっきり言って、うん、認められない悔しさはあるよ。うん、どんな面白いことしても認められねえってムカつくもんな。うん。だからもうこの悔しさをね、もうバネっていうかもうね、もう爆発、爆破。もう起爆剤で、もう飛んでんだ俺、うん、もうね、動画撮るわ俺。って言って今、動画撮ってなかった、どうするってね。どうするみたいな、こんなメガネの描き方して、なんだお前。びっくりしたな。全然びっくりしてないけど。とりあえずびっくりしたなって言って、予想外だということをね、皆さんに伝えなきゃいけないんで、びっくりしたなという表現をつけまして。あ、ガムあるな。書いてあっただろ、バブルガムキャンディーって。絶対ゴゴティーとこいつは合わないだろ。なあ。噛もうとしたけど、まだかゆかった。な、股間の一番かゆい場所になんかね、出来物っていうかね、かさぶたができて、超痛い、超痛くなるときは超痛いです。それがなんかね、兄弟で2個。うん。まあ、姉妹かもしれないって言ったけど、俺の体は男だからな。なんかわかんない。もう、首から上は男で下は女や。なわけねえだろ。あ、でも首から上が女あるかもな。おい。超絶不細工な女子がもう男として生まれ変わったみたいな。で超美男子で体入れ替えたみたいな、悲しいなそれ次はぎあるかな、ねえだろって言って、ちょっとペリ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 って言ったらあるかもしれませんけどね、ペリペリって何をペリペリしたの、養生テープ、皮膚と全く同じ色の養生テープ、ハッピーゴーゴーが好きだわ、絶対聞かねえけど、まあ、聞かねえっていうのは嘘だけど、あんま聞かないけど、ハッピーゴーゴーは言いたいな、うん、言っちゃってるし、そもそもハッピーゴーゴーって言ってる時点で言ってるのに言いたいなーって、何事だ
殿様みたいな、私の前で丸々すると何事だってね、だいたい脱粉しか入らないですけどね、この丸々には。なわけねえよ、なわけしかねえよ。は、いやーすごいな、顎外れそうになるもん。あー面白鍛錬つまんないか、面白鍛錬と研究、うん、自分と向き合う気持ち悪いな、ドキュンみたいなこと言ってやがる。いやドキュンじゃねえ、ヤンキーみたいなことして言ってやがるよ。試合直前の陽キャみてえなこと言ってるね。腐りに腐ってますね。いやーもうね、青春を捨てた男、まあ、青春はね、アオハライドには乗りますから。なんだアオハライドじゃねえな、なんか声の形もなんか見たくねえな、なんかいじめだし、うん、いやだな。ネットフリックスもバキとワンピース以外見るもんねえもん。見るもんあるけどね、なんか面白いのネタバレになるか知らねえけどさ、どうでもいいんだけどさ、知識も俺もせいからすごいな。電源突破グレンラガンの最後のなんか合体ロボみたいなのが超でけえんでしょ、アホかよってくらいでかいんでしょ。そ見なきゃな俺、やだな、見たくないな。でも電源突破グレンラガン、まあグレラガ、まあ、ガンガンはさ、ちょっと見たんで、ちょっと見たけど、なんかもう、ちょっと見てなんか終わってんのもいいんだよな。ちょ、ボイスチェンジャーみたいになってるけどさ。いつまでたっても同じことばかりって、これもう、この歌をね、ループしすぎて、まあ、これはいつもね、うん。あーわわわ。いてててててて。いつもこれ何の時聞いてたかな、なんかお出かけ行く時はずっとこれ流してたんですけどね、うん、だから俺あんま好きじゃないです、聞きすぎて、聞きすぎて。やっぱデブだとなんか滑舌悪くなると思ったら、こう思いもウェイトがあるからさ、やっぱ痩せなきゃダメなの、顔だけでも痩せなきゃ、痩せるっていうか筋トレなんだよねやっぱり。体重が痩せてもなんか顔になんか2キロくらい肉ついてさ、もう扇風機おばさんの異名を受け継ぐような人間になったらダメなわけで、やっぱもうね、引き締めなきゃダメなんだよな。だからもうね、寝る、パッ、すごいね、顔全然映んないけどいいか、うん、いいや、うん、おしまい、おしまいって言いたくないな。まあね、一旦 CM でーす。